エティエンヌ・カプエは、フランス・デュー・セーブル県、ニオール出身のサッカー選手。プリメーラ・ディビシオン・ビジャレ・アル・ CF 所属。元フランス代表。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。エティエンヌ・キャプエやエティエンヌ・キャプーといった表記もある。2005年から、トゥールーズ・ FC のユースチームに所属し、2007年に、トップチーム昇格した。 アーセナル FC やアトレティコマドリードなども獲得に動いたが2013年8月15日にトッテナムホットスパー FC へ移籍が決定2015年7月6日ワトホード FC に移籍した2020年12月30日ビジャレアル CF と2023年6月までの契約を締結した各世代の代表を経験後の2012年8月15日 ウルグアイ戦で途中出場し A 代表デビューした。9月11日の 2014FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のベラルーシ戦で先制点となる代表初得点を挙げた。トッテナム、カプエの獲得を発表ゴール2013年8月15日、ワトフォード、トッテナムからカプーを獲得ゴール2015年7月6日、ビジャレアル、ワトフォードから元フランス代表 MF、 キャブを獲得。長期離脱 MF イボーラの穴埋め。超ワールドサッカー。2020年12月31日閲覧。ありがとうございます。